心尽くし音や。どうぞ、こっちだよ。うん、ここはドローイングルームで、お城の中でも特にゆっくりリラックスできるお部屋なんだ。ソファーがふっかふかですっごく気持ちいいから、普段はアフタヌーンティーをしたりお昼寝したりするのに使ってるかな。ほら見て、このソファー、沼みたいにズブズブって体が沈むでしょ。君もやってみる？楽しいよ。って君が沈む沼は私だけでいいか。あそこにある小さな宝箱は何かって？気になる？ああ、うん。あの中にはすっごく大切なものが入ってるんだ。私にとっての宝物。何かって？それは秘密だよ。ほらほら、それより早速おもてなしをしていくよ。はい、どうぞ。あ、私の膝の上だよ。耳かきをするときは膝の上でするのがそっちの世界では普通なんだよね。ほらほら、遠慮なんてしない、おいでー。うん。ようこそ。どうどう、私の膝の寝心地は？柔らかくて温かくて気持ちいい？それにすごく甘い匂いがする？ありがとう。やっぱりそう言われると安心するな。それじゃあ早速始めていくね。最初はカッチなふわふわなボンテンさんを使っていくよ。まずは入り口のところから。撫でるみたいにと、
あのね、この耳かきはお城の周りに生えてる月光ネムの木から作ったんだよ。うん、君のためだけの祭りさんのお手製。月光ネムの木は月のマナーをたくさん含んでるから、その影響でリラックス効果とか鎮静効果とかがあって、耳かきにはぴったりなんだよね。どうかな、気持ちいい？そっかよかった。じゃあこのまま続けていくね。ここからは少しずつ奥の方をもっと、ここかな。気持ちよくするからね。ふわふわを回すようにして、全体もボンテンさんはこれでおしまいだよ。リラックスして気持ちよくなってくれたかな。そっか、よかった。じゃあ次はこっちのヘラを使っていくね。こっちもまずは入り口から、
いい感じ。カリー。欲しいところがあったら遠慮なく言ってね。この音？うん、これはお城のてっぺんにある鐘、月の音調の音だよ。定期的に鳴って時間を教えてくれるんだ。この部屋はその音が一番よく聞こえるから、カンパネラの間っていうの。どう？いい音でしょ。それにね、鐘の音っていうのはおめでたいものなんだよ。何か特別なことがあった時とか、お祝いの時とかには必ず鳴らされるものなんだ。いいよね、お祝い。誕生パーティーとか収穫祭とか、一年の終わりと始まりとか。私、賑やかなの大好きなんだ。それに、その、結婚式とか？ん？うん、だから何ってわけじゃないんだけど。ほら、続きやろ。はーい、力を抜いてね。私に全部任せて。リラックス。強くしてみせるから。
私、お客さんが、君が気持ちよくなってる顔を見るのが好きなんだ。どう？それじゃあ、仕上げにと。どう？耳拭き。私からの愛情のマナをたーっぷり込めておいたから、耳の奥まで息がしっかり届いたでしょ。気持ちよさそうにピクって反応してたよね。それじゃあ、右耳はこれでおしまいだよ。